下がりますけど、この下です。これ言っちゃダメだよ。圧倒的に少ない。もう一桁です。ジャン君、ポンちゃん、おはようございます。おはようございます。今日は昨日できなかった、マオイママさんのお誕生日祝いをしますよ。そうなの？って言ってる。と言ってもね、ちょっとケーキ食べたりするだけだけど。そうだね。あとパパは歌う日なので、歌でお祝いしましょうか。やさがりだね、うちはね。ジャン君とポンちゃんも歌ってね。よろしくね。一日遅れのハッピーバースデー。はーい。おはようございます。今日はですね、クロケンおじさんが勝手に歌うチャンネルというのをやるとにあたってですね、今部屋の掃除やなんややっております。ところがですね、コンピューターが、ぶっ壊れちゃいましたんで、今マオイママさんの、コンピューターから配信するということで、準備はできました。ただもう、これが壊れるとうちにコンピューターが、ほぼなくなってしまいますので、大事に大事にやっていきます。7月16日です。7月15日がお誕生日のマオイママさんにプレゼントが届いております。7月15日はいろいろあってですね、諸事情があってあまりちゃんとした誕生日、できませんでした。生配信もえらいぐちゃぐちゃになってしまってですね、というのがありましたが、これをご紹介します。まずはこれはポンちゃんが大好きなやつなんですね、本物の羽のついた猫じゃらしね、これすぐボロボロにします。これは約束できます。はい、ちょっと開けようかな、ポンちゃんは向こうで寝ているので、はい、綺麗なうちに、これね、あ、ポンちゃん、これも好きだよ、これもポンちゃん、はい、ポンちゃんはい、いっぱい入れ替えら、付け替えね、付け替えられるやつなんだ。お、すごいいっぱい入ってたね。ほらほら、うん、これがきっとなんかなって、はい、長くできるね。長くしてこれとかこれとかできるんだ。はい、どうもありがとうございます。遊ばせます。そして、はい、これを開けてください。はい、これは説明文ですかね、これはオーナメントですね、誕生日のオーナメント。これから、実は今日はクロケンおじさん生配信の、歌を歌う日なので、背景にこのハッピーバースデーをつけたいと思う。あれ、紐だけだ。そっか、それにこれ自分でつけて、はい、つけてねという、これがあのスペルを間違うと笑いものですね。ここに書いてある、はい、ということで、つけたいと思います。これもそうだね、こっちと、あ、混ざらないようにしないと、うん、ちょっとそれは後にしよう。これそうだね、こっち、あ、じゃあこういう風に出して、これはこっちね、はい、でこれはこっちね、風船のやつね、はい、はい、こういう感じで、どうもありがとうございます。今着々と制作中ですが、放送時間が迫ってきました。やばい、穴開いてない。はい、今、歌うおじさんの時間が終わったところです。みんなでマオイママさんをお誕生日おめでとうと言ってもらってありがとうございます。そしてシュッと行くとですね、あ、来た来た、ポンちゃんおかえり、暑かったでしょう。ポンちゃんやっと帰ってきたな。ね、ポンちゃん、ポンちゃんほらおもちゃがいっぱいだよ。ポンちゃん、ポンちゃん、向こうの部屋は32度になっていましたよ。ポンちゃんどう、湿度が高いし。ポンちゃんの好きなこれは、はい、お誕生日にいただきもの。ポンちゃんの好きなおさちゃんの毛、
あれ？ポンちゃんさ、これペロペロするのがいいんだよね。どうぞ。ペロペロ。すっごいクンクンしてる。どうぞ。気づくろってあげてください。これで、7月15日、今日は実は16日ですが、無事お誕生日のなんやらかんやらを終了いたしました。あ、まだだった。これからケーキが出ます。ケーキ、はい、ポンちゃん。ポンちゃん、宝塚みたいに羽を背負って。Happy birthday to you. なんかケーキもらっちゃいました。ありがとうございます。さあどんなでしょうか。なんかね、北海道から来たんだよ。北海道から送られてきました。すごいね、そんなことができるんだね、今時はね。よいしょ。怖いです、押さないように。台無しにした。おお、すげえ。なんかいっぱいフルーツがぎっしり。すげえ。おいしそう。はい。なんかあとは薄いビニールだけになりました。うん、かわいい。シールで貼ってあるからちょっと気をつけて。かわいい。あ、こっちもね。よいしょよいしょ。なんかね。いい素材を使って作っているそうです。なんだかめちゃめちゃ美味しそうです。マシュレだそうです。自然素材の菓子工房。よいしょ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 。あ、綺麗に剥がれますか。そりゃうまかろうよ。すごい。あ、怖い怖い怖いです。よいしょよいしょ。取れた。これ周り取ったらなんか崩れるのか。崩れちゃうかな。どんな感じでしょうか。でも切らないと食べられなさそうだよね。周りを取ってみますか。うん、怖い。それともここをどうまま切るのか。どうやって切るの。包丁が入りません。よいしょ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 。お、立ってる立ってる。あ、なんか立ってる。しかもその下にも、よし、頑張って立っています。頑張って立っています。そしてここになんかビニールも、あ、紙じゃない、ビニールちゃんがついています。薄いやつね、うん、ビニールさん。よいしょ。あ、しゅるしゅる。あ、なんかこの層がすごいね。お、よいしょ。一応下はやっぱパウンドケーキってこと？なんかちょっと違うっぽくない？なんかあの、なんて言えばいいのかな、ほら、あ、なんだっけ、あ、あれね、うん、なんじゃそりゃ。クレープ。あ、そうね、クレープっぽい。あ、さっきのふく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 をください。はい、じゃあ切るとこまでワープ、プレートを外して切るってことね。これを取っていいかな。はい、はい、じゃあちょっと取れるかな、綺麗に。お、取れた取れた。よいしょ。じゃあこれは私がいただきます。はい、よいしょ。どうやって切ろうかな。いっぺん半分にバサッといってみるしかないね。半分に切って、うん、よいしょ。小さいの持ってきちゃったな、そういえば。大丈夫かな。果物ナイフ持ってきちゃった、うん、柔らかそうだ。あ、大丈夫だ大丈夫だ。よいしょよいしょよいしょ。で、片側を3分の1ぐらいかな。半分じゃ多い？ちょっと多い気がするな。本当？ちょっとこれが汚れちゃったから綺麗に、うん、お、いっぱいぎっちりになっててね、
どの辺が3等分？このぐらい？もうちょっと右だね。このぐらい？右、それは逆。こっちか。このぐらい？よしよし。あ、切れるか。あ、ちょっと崩れるか。あ、すっごいね、生クリームがぎっちりです。あ、いちごさんが。いちごさんが。こう近づければいいかな。いちごさんを押せます。ちょっとキッチンじゃないから、これこのぐらいかな。まあ半分だからね、残り。キッチンさんに行けないので、キッチンでやってないからに、これが綺麗にできないんですね、このナイフが。なので、もったいないけど。よいしょよいしょよいしょ。よいしょよいしょ。あ、大きいなフォーク持ってくればよかった。難しそうです。よいしょ、こっちから取れるかな。なんかね、すごく柔らかいの。まあ、倒してもいい。よいしょよいしょよいしょ。ケーキ取るやつ欲しい。シュッて入れるやつ、うん、なんか年間に2回しか使わないね。3回ぐらいかな、お母さんの時と、うん。あ、でもジャン君とポンちゃんの時もさ、人間が食べたりする。意外と食べるかな。あ、すっごい柔らかくて取れないかも。あ、いい、倒しちゃう。ちょっと倒しちゃう。せーの、はい、よいしょ。あ、上手じゃなくてごめんなさい。こう向ければいいね。うん、すごい。はい、こんな感じです。こんな感じです。柔らかそうです。すごい柔らかそうです。よいしょよいしょよいしょ。ういー、ちょっと待って。あ、ちょっと手がかなかさなってて、よいしょ、むずいです。あ、これが一番大きくなっちゃったかな。いいんじゃないの。よいしょ。あ、はい、この状態で乗せ、あ、やっぱりダメでした。あ、困った。倒しとき、はい、はい、うん、悲しい。でも落ちたのもちゃんと取って食べるよ。なんかすごいね、ほらクリームがいっぱいだよ。うん、よいしょ。これお母さんの分にする。綺麗にできたい。綺麗にできたい。大きいフォークにすればよかった。綺麗にできたい。よいしょ。はい。はい。はい。このような感じでフルーツたっぷりで、うまそうです。はい、クリームもいっぱいで、ね、美味しそう。柔らかいからすごい、はい、美味しそうです。ハッピーバースデートゥーユー。いただきます。早っ。いただきます。自分のが一番崩れちゃった。うん、め爽やか。めっちゃ体に良さそう。クリーム部分も爽やか。だって卵もフルーツも素材にこだわって無添加だって、うん、フルーツそのままの味だね。うん、うん、おいしい。うん、美味しゅうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。おんちゃん、はい、呼ばれたから行くって。肉球おいしい？終わっちゃった。ポンちゃん終わっちゃった。いい子ね、ポンちゃん。うん、いい子いい子。うん？いい。
休み。